い、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。ハイチさんの家、大豪邸。どうも、ウェブラインの匠です。豪邸じゃないし、普通だって。ほんとに、すごいなと思って。プールあったじゃないですか。ないわ、普通の一軒家だわ。夏とか毎日入ってるのかなと思って。あー、なるほどね。言いましょう。どこかだったら突っ込みよ。いや、ほんで、だからもう番犬がいるあたりが可愛かったですね。特に右の方。まあ、テロップで多分出してると思うんですけど、はい、今回この動画の半分は猫なので。あの、今回はですね、まあ、たくみくんに来ていただきましたので、ぜひ自分聞きたいことをね、たくみくんにもとにかく聞くって、なんか何でも答えてくれる。はい、まず、どんな人か言わなくて大丈夫ですか。あ、そうか、そうか。ただ、多分、よくボケる親戚だと思う。予備校のノリで学ぶ大学の数学物理と YouTube チャンネルにしてます、たくみと言います。YouTube の内容何かっていうと、まあ、今ふざけたんですけど、本当中身はめちゃくちゃ真面目で、大学生向けに授業動画をやるっていう形の、ハイスさんを見て育ったタイプの、はい、教育 YouTuber です。お願いします。なんでこの真面目が似合わないんだろう。本当に5秒しかダメなんですよ。それ以上できなくて。では早速ね、ちょっと根掘り葉掘り聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まあ一番ね、視聴者の方が一番気になっているところは、はい、まあ YouTube の収入どうなんだっていう。え、嘘、ハイチさんが聞くんですか。盛大なるボケですよ、これ。本当に、はい、あの、だいたい YouTube リスナーから聞くのこれじゃん。あ、そうですね、間違いないですよ。でもそれは間違いないですけど、うん、ハイチさんが聞くんですか。まあ聞くよね、だって今日俺リスナー代表だから。あ、そうか、そうそうそう、今日匠をどれだけ解剖できるかっていうことが。なるほど、そう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 。チャンネル登録者まだ4万人、うん、ね、この言ったんだよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に自分は YouTube の収入自体は、まあ、生活の頼りにはしてないですね。本当にそれこそ全部撮影機材とか、まあ、場所を借りるお金とかに回したら全てが消えるぐらいですよと、うん、じゃあ言っております。本当に、でも、まあ、余ったお金で世界一周とかしてますね、結構。これすごい気になってるんですけど、はい、あの YouTube すごい好きなんですよ、彼。で、まず全体的な、ね、教育だけじゃなくて、はい、全部で好きな YouTuber とか誰が。そう、ありますね。本当に加納さんが好きなので、まあその本当に自分が、ね、始める前からずっとやられてて、うんうん、本当に今だから理系ネタみたいなのが当時本当に盛んで、本当大好きだったんですよ。うん、そうですね、加納さんとかどうかな。いる、他にも好きな方。他にってことですか。まあ本当に例えば、まあ、教育系の YouTuber の人の動画とか普段結構よく見ますね。それこそなんか、まあ、まあその社会とかになってるムンディ先生とか、でまあやる気先生とかっていう、まあいろんな、まあ教育系の方はまあたくさんいますけど、自分はそういう方たちが、まあ、なんだろう、自分の考えを動画で発信したり、授業準備してるものをなんか、まあ見せてくれるっていうのが大好きですね。じゃあ嫌いな教育 YouTuber いないですか。はい、YouTube で勉強ってもっと認知されると思います、今の日本で。認知されると思いますね。まあ、海外ではもう少し盛んじゃないですか。自分が YouTube 始めるときに、いろんな YouTuber の方を見て、日本だけじゃなくて海外も見て、いろいろと。で、海外の教育 YouTuber って本当にカリスマみたいな扱い方をされて、うん、もっとバーって本当にもう年収何億円みたいな形の人とかがいて、うん、一つあるので、そういうケースの海外事例。うん、まあ、でも日本もそれになってくんじゃないのかなと思いますね。僕もなんかカリスマになるかもしれないですね。数字の目標とか立てる感じするんですか。数字の目標はですね、まあ最初に考えました。あれ、まあ、テレミ推定って言うんですけど。テレミ推定って言って、はい、自分の持ってる情報から大体の値を出すみたいな。はい、例えば自分が YouTube 始めるときに、はい、全国の理系大学生が85万人と、はい、物理数学とか使うの、主にやったら 20% かなと。うん、その中で、まあ、やる気がある大学生って全国のうち、まあ、10% ぐらいしかいないだろう、偏差値的に考えても。うん、そしたら、まあ、計算したんですよ。うん、1.7 万人が上限だったんですよ。そうだよね、1万6000だよね、はい、そうね。もう諦めましたね、その時。なんでだよ。しっかり考えてやったんです。だからその数字の目標っていうのはあります。はい、ちゃんと計算して出したものがあって、うん、目標が条件が2万人程度だと分かったと。じゃあ1000人いったら成功じゃないかって形で始めました。だからまあ今4万人いったんで、うん、テルミも泣いてますね。うん、自分は今把握できてないです、誰が見てるか。もう本当になんかお母さんがいっぱいアカウント作って登録してくれてるんじゃないかなって。たくみくんのチャンネルは10万いくって絶対。だからまだっていう。まあでも、うん、こういうのはすごく嬉しいですよ、だから。本当にだって普通は43万人、うん、で、自分が今4万人ぐらい。絶対コラボしないですよ、普通は。あのね、僕ちょっとたくみくんのに質問したい動画だったんで、ちょっと話していいですか。今回もコラボをね、たくみくんがこう言ってくれたんですよ。はい、で、実は、自分、教育 YouTuber でコラボする時もずっとなかったんだけど、たくみくんだけは来たら OK しようと思ってたんです、実はこれ。これずっと前から言ってんだけど、周りの人間に。自分から言ってもよかったんですよ、俺実は。よかったんですけど、もう、匠が言うまで待ってよと思ってたの。
そのさっき登録者の話があったんですけど、はい、登録者が下のね少ない人間が多い人間にコラボを狙って本当にきついんですよ。本当にきつい。本当にこれ本当にきついの。そう、まずもう失礼なんじゃないかとか、その自分でメリットがないとかいろいろ考えちゃうんですよ。でも自分そのはじめ社長とコラボさせてもらった時に、はい、自分登録者が多分その時当時30何万 で、 で、ね、彼はもう多分500万とかいった人なのね、はい、感動しました、あのコラボの。そう、でもそれをちょっと押し切ったの、わりかし、まあはい、いいよって言ってくださったのもあったんだけど、はい、でもそれはちょっと自分の中では本当頑張った一歩だったので、はい、それはやっぱりたくみくんにもそうなってほしいなって思いがすごいあって、嬉しい。そうだからツイッターでパスを出したからが。ツイッターで視聴者の方が、そうそうそう、よみのりくんとコラボしてくださいって言ってて、でアイスさんがそれ引用についた形で、おい匠なんかこう言われてるぞって言って、そう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 、なんだこれはっつって、そう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 、夢ですかみたいなね。これ夢ですかってとりあえずまあ探りを入れてみたら、それは君次第って感じで、そうそう、でそこまで終わろうと思ったもん。そこであとはもう任せようと思って、はい、そしたらね連絡をくれたので、はい、割とまあでもやっぱチャンスはものにしたいので、うん、もしまあ断られてもまあマイナスにはならないかなと思って、そう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 、ガチガチにね緊張してメールを出しましたから、すごい真面目でしたね文章も。そうそうそう、分かりますあれめちゃくちゃね本当にしっかりしたメール書いてくれるから本当に、まあ、まず見てほしいんですよね、高校生にまだその届いてないので。なあ、ぜひぜひ。だからまあ今後ちゃんと火がつけばですね、うん、まあ、見てくれるかなと思ってるんですけど、そうそうそう、はい、理科の動画をまずメインにあげるので、くみくんのモルの動画さ、俺が高1の時にさあれがあったら絶対俺化学いけたもんね。あ、本当ですか。あれは思った。嬉しいな。あれすごい評判良かったよ、ね、すごく評判がいいですね、はい、自分が科学の先生だったんですよ、予備校で。あ、そうなんだ、はい、いつも授業の最初やってたんです。予備校講師いつからいつまでやってたんですか。大学入った瞬間からやって大学院の卒業までやったので6年間です。あー、すごいね、はい、場所が綺麗だよね、あの本当黒板でね、本当に頑張ったんですよあれ。もう予備校でも残って黒板の練習したりするよね俺もホワイトボード練習めっちゃしたんだって言ってくれ、涙ぐましいんですよ実は。そう、本当に板書、まあ自分板書多分褒めてもらえるタイプだと思うんですけど、ここはそうですね、あのね多分みんなが想像してくれてる多分何十倍も練習を多分するよね。最初から綺麗だったんですよ。ない、全然ないので、うん、めっちゃしたもん。めっちゃしました。なんかもしどう見てもらって、うん、あ、これ習ったところって一本見てもらったら本当に感動すると思うので、え、コメントをくれればですね、順番に作ってるわけじゃないので、うん、困ってる子が多いところから作ろうと思ってるので、うん、ああなるほど、はい、なるほど、まずね何でもいいんで一本見てもらえれば、そう本当に良さは分かると思う、はい、中学生とかで難しいと思ったらインド式計算見てほしいです。ああ、計算方法の動画上げてて、あれプチバズってたよね。でもちょっとプチバズってます。そうだね、はい、教育の中では、はい、そうですね、僕がやりたいこととは全く違ったんですけども再生数で並べるとインド式計算ばっかになっちゃうんですよ。そうですね、街で声かけられることがたまにあるんですけど、インド式計算の人ですよねって言われたり、ナマステって言われたりするんですよ。インド人じゃねえやつって。でもそのポジションは美味しいよね。美味しいです、嬉しいです。間違いなく美味しいよね。はい、ちょっとインドは、まあ、そうですね、インド式計算っていうね、本当に計算方法の動画なので、誰でも見れると思ってます。そうですね、はい、ぜひぜひ見てみてください。真面目な感じで終わっちゃいましたけど、そうですね、はい、ボケて終わりますか。ハイチさんの方でボケて終わってもらっていいですか。じゃあ編集でなんかやるときに、はい、あの原野さんがエンディングで使ってる音楽であれでやって使っていいのかな。これすごい気になってるんですけど、はい、あの YouTube すごい好きなんですよ彼で。まず全体的な、ね、教育だけじゃなくて、はい、全部で好きな YouTuber とかっていうのは誰が、まあ、いますね。まあ本当に前からゆきいぬさん、あ、ゆきいぬさん、お分かりいただけただろうか。本当に花尾さんが好きなので、まあ本当に前からゆきいぬさん、まあ個人的に好き本当に使えるようなやつがありますね。花尾さんが大好きです、ね、僕は。花尾さんがですね、まあその本当に自分が、ね、始める前からずっとやられてて、うんうん、本当に今だから理系ネタみたいなのが当時本当に盛んで、うんうん、本当大好きだったんですよ、うん、いいですか、これうまくつなげますか大丈夫ですよ、やりますよありがとうございます。ありがとうございました。